ちょっと待ってすぐ作れない。ミッキーさんありがとう。モモビリーさんかな、ありがとうございます。すごいすごい、なんかハートもらったありがとう、ありがとうございます。ミッキーさん、モモビリーさん、あ、シロウさん、シロウさんありがとう。ちょっと後日させていただきたいと思います。ありがとう。ちょっとあの本当にすごいんですよ。ちょっとねもうね、だからちょっと上着着たんですよ。でもなんかコスプレしたいと思ったんですけど、ちょっと、ね、で今日はバレンタインなので簡単に作りたいと思ったんですけど、生チョコを作ろうと思ってですね、なんか冷やす時間は絶対さちょっといるじゃんか、いけ間に合うかなってところなんですけど、ごめんお湯沸いてる、今沸いた、お湯沸いた。アニメキャラにいそうだよね、なんかすごいよね。ありがとうございます、ギフト。なんかね、しかもね、いや別に部屋はあったかいんですけどノースリーブなんですよなんでちょっとマジ季節外れなんですけど、あのでもバレンタインって感じなのそうだからでもさ、お話し会とかではちょっと着れないかもしれないけど、ショールームだったらあの下がそこまで捨てないからちょっといけそう。じゃあちょっと早く早速ね作っていかないとですね。なんかさこの背景にさ、これってなんかあんまり合ってない、暑いんだけどめっちゃ。材料は3つですね、超簡単です。生クリーム、チョコ、ココアパウダーの3種類です。生チョコね、シンプルで一番美味しい感じで好きなんですよね。じゃあまずは生クリームを煮るところからですね。こうそうお腹ちょっと出てる、ちょっととにもかくにも早くしないといけませんからね。ちょっと待ってください。バタバタしてます。お待たせ。毎日おめ、ありがとう。めちゃめちゃギフト。今日はね、バレンタインデーですからね。
はい、それではまず生クリームを 120ml 使います。あ、これなんどんぐらい入ってるんだろう。200か。チョコください。チョコ作ります。120って結構多そう。リボンかわいい。でしょ。はい。すごい、めっちゃみんな祝ってくれてありがとう。ちょっとタワーをいただいて読めてない、ごめんね。誰だろう。今日もあなたの笑顔が誰がを救うさん、ありがとう。わありがとうございます。え、着いた。はい、それでですね、使うチョコレートは5枚です。おめでとう、ありがとう。みんなかんだ、なんだかんだあの千日です。あ、ちょっともうすごいはぐってる姿がすごいあの雑だと思うんですけど、見逃してください。急いでます。やばい、結構使うね。ね、みんな毎日見てくれてありがとう。本当に。結構多い。これをね、刻んで温まった生クリームの中に入れます。ちょっともう今日完成しなかったらどうしようかな。作ったら全部自分で食べるの。なんかあげるとか考えてないんだけど、あんまり日持ちしないからね、生チョコ。お姉ちゃんが、お姉ちゃんにも食べてもらいます。何ができるか楽しみ。生チョコです。手元が見えなくてごめん。どなたかパティシエの方はいらっしゃいますか、このルームの中に。パティシエの方がいらっしゃったら教えてください。呼んだ、パティシエですか。チョコ刻む、チョコをさあ、そんなに細かく刻まんでもいいかな。溶けるよね。結
構みんな細かくしてるよ。みんなって誰だ誰なんだ。今日はね、お決まりのレッスンしてました。お決まり公演でいろいろとそうやるんですけど、3月9日と4月7日でお決まり公演があるんですけどもね、今日はね、お決まり公演のレッスンしてました。ちょっと音でかい。チケットまだ？まだだね、まだ出てないよね。みんなに言って開けといて。開けた？そう、いろいろと話し合って瀬取りとか、そう構成とかどんな感じにしたいかとかめっちゃ決めてるんですけど、ゆり曲ある？それはどうですかねでも結構今までたくさんゆり曲やりましたからね。マジでおきちゃんとすごい数やったと思うんだけど、すごい数はやってないか。レッスンしながら決めてる？なんかこうここはこうしたいとか、結構自分たちの意見も取り入れながらなので、そう、まあ、大体もうやる曲はほぼ決まってるんですけど、ああどういうやつやるか。でもなんかストーリー性とかすごく大切にしたくて、この公演はそうなんで、なんだろう、なんかやりたい曲をいっぱいポン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 って入れてるとかじゃなくて、なんかいろいろとこうなんていうかな、瀬取りの流れでこうなってこうなってって感じです。そういう感じ。やばい、めっちゃ時間かかるんだけど、本当に大雑把でいいかな。一度やったやつ外す？あ、曲ですか？いや、そんなことはない。別にそういう感じのなんかルールはないけどって感じ。なんかさ、私さ、めっちゃなんか今体温あったかいの。めっちゃチョコが溶けてきたもん。めっちゃチョコがもうトロトロしてきた。え、千日なった？達成したって出てきた。やったー、おめでとう、ありがとうみんな、やったね。本当におめでとう、ありがとう、おめでとう。なんかね、冷やす時間がね、いるの。どんぐらいかな、レシピには1時間って書いてあったの。でもね、待ってらんないから30分ぐらい冷凍庫で、あと30分冷蔵庫でいいんじゃないかなと思って、いや20分。完成させたいんだけど、完成できるかな。あったかいまま食べるの？そんな、もっと時間があればよかったんだけど、今日はちょっとさすがに無理でした。
でもね、もうね、結構刻めた。ね、見て、粗いと思う？結構刻んだよね。いい感じ？よき？ちょっと多い、5枚刻むの。いい感じ？来たよって、大丈夫って言った。もうみんなの言葉を信じるんだ。ありがとう。誰だ、誰だろう。おつかれさんだ。ありがとう、ありがとう。風と海とさん、ありがとう。ちょっとさ、あのあれだったらごめん、あの見逃してたら申し訳ない。ちょっと生クリームを温めて、でバットに敷き流します。生クリームにチョコを入れます。うわあ、やばい、ちょっと一気に。誰だ、うわぁ、なんてこった、うわぁ、やばい、うわぁ。ちょっと待って、だいぶやばいんだけど。ちょっと待って、やばいんだけど。すごい量のチョコです。はい、で混ぜます。事故だ。え、事故じゃないよ。ちょっとこの辺の あ、でも溶けてる、いい感じ。はあ、暑い。やばい。落ち着いて。失敗もしますよ、中村も。手元が見えない。
見て、この鍋でやってます。生チョコ、なんかさ、ごねごねの生チョコかも。まあ、いっか。愛が詰まってれば大丈夫、何でもかんでも。見て、溶けた。あら、もう美味しそう。じゃん。これを、なんかでかいかな、これ。あ、トリュフにしたらいいか、あの。あ、どうしようかな。ここが一番大事。え、どこ？どこが一番大事なの？なんかな。あ、タッパーでもいっか。暑いかな。良くないと思う。タッパーだよ、大丈夫だよね。タッパーにします。冷えが甘いって。アルミホイル引く？バットの方がいい？冷えやすいのはバット。どうしようかな。うん、ガッサガサです。じゃあこれにしよう。で、これに薄く広げる？それとも半分ぐらいにしようかな。半分に均等にいけばいいか。ラップ？え？ラップ敷いた方がいいんかな。ちょっと待って。優柔不断。ラップ引くってきた。ほんまに？ほんまですか？薄めの方が、あ、確かに冷めやすいよね。じゃあちょっとやってみるわ。ドロドロです。あ、意外と手元が見えんで申し訳ない。なんかさ、生チョコとか作るのね、久しぶりなんだけど、結構なんか学生の頃はよく作った気がする。ちょっと薄く広げます、バターの上に。
面無言になって。ででん、意外といい感じになりました。これじゃなくてよかったかも。てんてでーん、これをじゃあ冷やします。意外と冷蔵庫でいけるかな。そんなになんかねめっちゃ熱々なわけじゃないんですよ。もうなんか結構ちょっと冷蔵庫で、はい、入るとこあるかな、うん、なんかラップとかした方がいいのかな。まあ、いった。はい。冷凍庫じゃないの？なんかね、ちょっとあれかなと思って、だいたいなんか見た感じ冷蔵庫で1時間って書いてあったんですよ、私の見たレシピは。で冷蔵庫で1時間でしょ、じゃあ冷凍庫を使えばもうちょっと早く固まるかなっていう。だから凍っちゃまずいけど、出来上がったものがあーないんです。移動しよう。スマホスタンド、そうね、タワーもらってるよってすごい言ってくださ、わかんない、流れちゃったよ、どこ行ったんだろう。くまねパパさんかな、ありがとうございます、ありがとう。くまねパパさん、ちょっと待ちます。今 何時だな、何時何分ですか。もう23時になりましたか。22時55、あ、じゃあワンチャン間に合うね、こりゃカッチカチにはならん。ちょっと待って、固まるのを待ったら、それを今度固まったやつを切ってあのココアパウダーにつけます。じゃじゃーん、服かわいそう、でもちょっとノースリーブです、なんてことでしょう。うん、冷蔵庫に入れてきたよ。ありがとう、クッキーもハートも。ノースリーブ。なんか可愛くない？じゃーん。なんか、お腹がちょっと出てる。なんかリボンの吸い方が、
やばい、下はスカート、なんかセンスがセンスがありません、曲がってます、今は待ち時間、レシピ全部覚えててすごいね、もうね配信前に見ました、超あんきパン食べました、千日おめありがとう、ありがとうございます、ミニスカですか、ミニスカです、いやだ見せませんいやあのなんかね、じゃじゃん終わり終わりです、靴下履いてる？履いてる、このリボンが可愛い、両方にあるのが、大好き、ありがとう、後ろどうなってる、うん、ハートの、そう、かわいい、ラブリーじゃないわ、ありがとう、チョコのドーレサンライナーさん、でも待って読めてない人いるね、ありがたわ、ありがとうございます、読めてない人いるね、多分これ壇上乗ってる方投げてくださってる感じ、え違う、うーん、ごめんよ、後で確認する、教えていただけたら嬉しい、歌いますか、何曲かなら何曲かなら、ジョジョさん、ジョジョさん、ありがとう、ありがたわ、ジョジョさん、スワンさん、東京のスワンさん、ありがとう、ありがたわ、ありがとうございます。うんうん。甘々な感じの曲？いやちょっと待って。わ。ミユラッチ、ミユラッチさん、ありがとうございます。ありがたわー。ありがとう、ありがとうわ、ねえちょっと待っとって、私なんか喉ハスキーかいね、イヤホン、わっ、わっ、今のはあのこれが、
電気ストーブに当たりました。今日大丈夫そう？ストーブに当たった。ちょっと待って一瞬。